我が家には昔から可愛らしい女の子の水彩画が飾ってあった。今まで気にも留めていませんでした。ある時、母に聞いたところ、岩崎千尋さんという作家さんのもので、昔からその作風が好きだということを知り、今回初めて美術館に立ち寄ることになりました。入るとすぐに木の香りに包まれます。とてもモダンな作りの建物ですね。うわ、すごい、なんか素敵じゃない。広々と余裕のある空間がとても素敵です。作品は撮影できませんが、館内だけでも見応えがあります。いやー、すごい、なんかおしゃれだね。ちょっと見てみよう。まあ、いろいろね、景色もいいらしいね。もっとちゃんとなんか関係あるの？あの、挿絵、そうじゃない？外へ出てきました。もう本当に最高すぎる眺望です。あー、きれい。どっかにね、電車が、あれだ、何？電車があるの。電車と山と山、城、ほら、そういうことですよ。すごい。いやー、あの山あの、言葉を失う美しさです。めっちゃ綺麗だね。すごくない？近くにお越しの際は立ち寄ることを強くお勧めします。この眺望は一見の価値ありです。ちょこんとある椅子がまた可愛い。空間がとにかくおしゃれです。展示はここまでです。最後に売店に立ち寄ります。千尋さんの絵をモチーフにしたグッズがたくさんありました。部屋に飾ると可愛いものばかりです。老若男女誰でも楽しめる施設だと思います。そして完全バリアフリーで車椅子でも安心して見学できました。長野方面へお出かけの方は、ぜひどうぞ。